こんばんは、ピヌさんです。グランディアの続きやっていきます。ブリナンタラ高原を抜けようという段取りの場所に来てます。少し眠いですが、まあダンジョンなんで、口数少なくね、プレイしていきましょう。戦ったね。これ案外ルート合ってたのかな？深いな。周囲がもうちょっとでマックスになるから育てよう。水レベルアップって戦闘中にすんごい久しぶりに見た気がするな。俺も水頑張ろっかな。あ、防御してるんだ。結構なんかずーっと選択悪くなかったなぁ。ってことは何かアイテム結構逃してますよね。あれー、あー、橋ができるんだ。はいはい。あ、ん？そういうわけじゃないな。行けなかったところがあったんでしょうね。
あ、なるほど。え、っていうことはちょっと待って、反対側はここの三叉路。お、これは使いましょう。多分ラップもミルダも離脱はするでしょう。フィーナってなんか一時離脱はしそうなんだよな。で、離脱したタイミングでスーが帰ってきそうな気もするんだけど、まあ、まあ難しいですね。あ、これを使っちゃいましょうか。全体攻撃。氷結の力だ。まあ確かに、ああよかった、水レベルアップね。水育てないといけないからね、大変だね。ないんだな、シャキヤぐらいしかないんだよね。氷結の力よ。隠れても無駄だぜ。水って結構ポイントもらえるんじゃない？まあそんなことないか。そんなことないね。8と16。あ、こっちもこっちで深いな。どっちが正規ルートなんだろう。深いね。反対側が宝物だけだったらちょっとね、めんどくさいことしてるね。氷結の力だ。氷結の力だ。全然聞いてなかった。乱れ投げね。燃え盛る炎よ。眠い。ミケロマの巻物。よし、炎が上がりそうだね。ヒーターをさ、つけないと寒いんだけど、つけると眠いんだよね。こんなとこからジャンプしてくるとは思わなかったなぁ。
マウンテンエイプ。ヘルバーナ。すげえヤバそうな技だね。ってなると炎が多分レベル25に到達したんでしょ。多分マックスのスキルのレベルって30ぐらいだと思ってるんだけど、多分炎がレベル25に行ったんだよね。ちょっと待ってね。25だよね。やっぱあと育てんのは水、土、風、ここは水をレベル12でしょ？あとは風、水、土だから、まあ、炎を育てなくてもいいと言えば、いいね。まあ、あと、武器関係を、まあ、育ててもいいかなっていう感じはしますね。フィーナは、レベル1がハテナで隠れてるので、なんとも言えないですが、水と土だね。風が結構、いい感じで育ちましたですね。風は一旦止めてもいいかな。土と水だね。土と水を育てよう。土と水か。両方とも土と水か。そうするとね、戦闘の効率があんまり良くならないので。こっちも深いなぁ。待って、深いぞ。そうなの？なんだろうこれ。ルートどうなってんだろう。どうなってるも何もないんだけど。あれなんかなぁ。とりあえず、あの雪玉って、宝箱に繋がってるのかな、ルートっていうよりは。水と土なんだよね。これね。毒ね。水と土両方はないもんな。ヘルバーナやばいね。まあ、こういうことなんだろうけど、土だね。フィーナなんだっけ、なんかなかったでしたっけ。水と土あるな。いや、解毒ないな。水と土の組み合わせがないですね、技として。ちょろいちょろい。ちょっと悩むなあの雪玉落ちたところ。先に進むルートだと思って戻ってきちゃったけど、なんかこの感じ違うよな。多分、うわ、また復活してるね。いや、違うくないのか。いけないね。ってことは、雪玉をバンバン落としていってから戻って、
超えていく感じか。まあ見事に男女迷わされてますけどね。発砲投げ失礼、発砲投げだったね。乱れ投げも早っ。当たれ。まあマックスにしておけばね、隠れても無駄だぜ。ボス戦とか楽になりますからね。ロマ、あら剣が落ちてる。ジャス、ズンガ、大爆発。ミケロマの巻物。まあ魔法全部レベル20ぐらいまで育ててしまえば、あとは何にも気にせずゲームできそうだからいいよね。今が一番苦しい時なのかもしれない。サイレントソード、何、技を封じんのか。サイレントだから静かに切るっていうよりは、あーやはりね、魔封じ。ラップか、ラップのスキル。剣、剣のレベルを、まあ最大25までか。射撃はまあもうちょっとでっていうところですね。まあ剣でいいか。オッケーオッケー。でもこの状態になったら敵もいなくなってるので、なんか謎解きがあれだね、結構大きくなったね。あー飛んできそう。これ雪、ああセーブ回復もする。で雪玉を乗り越えるでしょ、乗り越える。こっから新しい、うわっとびっくりした。こっからまた大きく回って結構歩くんだろうね。歩くというか走るというか。ジャス、水ね、ほんと水どうやって鍛えようかな。水これなんだけどね、これちょっと今使いづらいんで、ないな。
あれ、炎の剣、あーすげえ良さそうなもの手に入れた。炎の剣、これラップだな。あれ、どこだ、どこに雪玉落ちたんだ。ってことはまっすぐどっか分岐あったか。ちょっと処理が重い。こっちは宝物があっただけでしょ。これ分岐あったっけ。なんか あるな。ここか。あるね、分岐あるね。来たことない道あるね。あー、そうですか。あー、結構迷路だね。お、いた。これ一周してくるだけだ。微妙だなぁ、ほんと。いや、ヒュースラーでいいや。風よ、渦巻く力に。ヒュースラーの、まあ、シャキは使えないんでね、この辺の敵には。俺の力を見せてやる。まあ、属性に合った敵でもうガシガシ使ってっていいのかもね。じゃあ相手の弱点狙ってね。もうちょっとでレベル上がるよね。レベル26か、そろそろ。じゃあそこにも敵がいるから、これは微妙だな。不意を使えたかもしれない。使えた。そしたらもう殴っていこうかな。いや、でもジャスは、あの技、ズンが強力だからね。ちょっと離れちゃったな。大爆発だ。うわ、一体だけ。もったいな。で、これ一周するだけでしょ？で、あれジャンプしてくるんだろうね、エイプ。いた。お、ヒューイがマックス。シュースラッシュでしょうね。風よ、渦巻く力に。
分身切り、分身切りやろ。で、ジャスライがマックス、マックス、何しようかね。コルデ、で、ミルダ久しぶりに大陸割りしよう。入りましたね。これでレベルが上がりました。うん、レベル26か。あー、ここでつながってこれで抜けるわけね。てか分岐めちゃくちゃ多いな。気になるんだよね、この昔のドラクエの RPG とかの癖で。やっぱ宝箱を獲得するためには全部行ってみないとみたいな。あー、竜人剣でいいや。竜神剣で土と炎レベルアップか。悪くないね。あ、なんかすげえポイントもらってる。そんなもらえんの、竜神剣一発で。マジか。なんだろう、食らったダメージに、あれなんかな、反応してんのかな。これ抜けそうだな、こっち。あ、違う、一周する？あ、抜けるね。これは抜けるわ。抜けるので一応宝箱チェック。ほら、あった謎の宝箱、爆裂だって。うわー、後ろからなんかいた、なんか来てた。イノゴン、いいな、乱れ投げ。当たれ。ほんで、ジャス。シュースラ。多分ね、もう抜けると思うんだよな、高原。これで次山脈始まったら辛いわー、今日は辛いね。いやー、抜けるだろうな。抜けてレーズの村でしょ、もうイベントフェーズでしょ。あーと思っ、いやー、まだ深かったな。マジかよ。大変だね、本当に。びっくりするわ。マックスマックスなったね。ヒュースラもマックス。あ、まあ、でもグラあったね。ミルダキック意味ないしね。
大地よ、目を覚ませ。よし、土レベルアップだろ。あー、バンフレ使っとくか。炎系って結構ね、やっぱ攻撃関係でかなり、そのなんだろうな、便利なんでね、やっぱりすぐ育ちますよね。100億万ドだ、オラ。なんかラップのいいやつなんだけど、頭の悪そうな感じいいよね。頭が悪いっていうか、あんまりちゃんと勉強してこなかったっていう感じね。分岐、分岐多いな。ほんとかなり地道にね、あれやってますよ、戦ってますよ。わお、ちょっとあれだな、土系の熟練度があんまり上がらないね。大地よ、目を覚ませ。多分ね、他の魔法使っててもこの感じ見ると熟練度ってなんか関与して上がってるような雰囲気もあるし、まあそうじゃないかもしれないけど、なんか強めの技使っていけばね、なんかだんだん熟練度っていうか星気づけばね、そんな使ってないんだけど、大きくなってますからね。俺の力を見せてやる。水系は本当にでも伸ばしづらいな。天台。グラだろうな、意味ないけど。見てなさいよ。まあでも技は100ポイント区切りなので、まあやればやるほどね、まあ、ペースはあるんで、これはいいですよね。なんかまだね、まあ一番いいのはもうレベル管理してもらって勝手に育ってもらうのが楽なんですけど、まあこの辺はしょうがないですよね。ある種時代もあるし、25年前のゲームですから、そういうのに文句を言ってもね、まあ言ってますけど言ってますけど、まあ文句を言ってもしょうがないですよね。これで抜けるだろう。抜けたー。あー、来たー。長かったな。はい、レーヌの村ですね。ここがレールの村さ、どうだい、綺麗なところだろう。レールの男ってのはね、頭が良くてね、特に三賢者はすごいんだよ。聞きたいことがあるんじゃないかい。三賢者か、アレントについて何か聞けるかもしれないな。ねえねえミューダ、もう春も終わるわ。この短い夏の間に取れるものは取っとかないとダメじゃない。あなたはレーヌ女の中じゃ一番の力持ちなんだからね。あなたがいないとはかどんないわよ。わかってるって、大丈夫。今はね、ちょっと忙しいんだけど、片付けたらさ、働くってば。
高原の宿。うん、まあ宿だね。まあ宿の前に話をするよね。セーブしてもよかったんだけど。あとあれだ、武器防具。水辺の店、空き家。空き家？空き家があるってことは住むんかい？いらっしゃい、ちょっと狭いところだけどいいものばっかりだよ、見ていってね。はーい。アイスピック、ウォーハンマー、モーニングスター、バスターアックス、真っ二つの斧。まあこれは買うでしょうね。よし、あー寒いところ行くね。鬼の靴、オーガヘルム。あれ、移動弱いか。移動弱いのはちょっと辛いな。移動はあった方がいいですよね。あ、でも魔法使うからな。関係ないっちゃ関係ない。ミンクのコートぐらいだけど。オーラアーマー、あーはいはい、んー、フィーナか。で差額、あーまあまあまあ、買い取り。まあでもな、お金意外とないんだよね。なんなんすかね。アンクレットとか売っちゃいますか。ああ、これはあれだもんね、アクセサリーだもんね。ヒールソード、ミケロマ、ミケロマ、サボテン、ミケロマ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 。まあ五分も別にそんな使わないんでね。まあこんなもんですかね。結果ちょっとなんとかなったんじゃない。ピンクのコート、はい。まあプレイがね結構納金ですからね、あんまり戦略を練ってないので。だんだん町の基本的な作りも分かってきたしね。なんだよミューダー、なんかあったのか。ダーリン、あダーリン、会いたかったのー。おお、すげえな。ダーリン、会いたかったわ。こいつが、ダーリンのあのモコモコした腕枕がなかったから旅の間中寂しかったの。私もだよ。隣でミューダが昼寝をしていないと本を読んでいても落ち着かなくてね。でも今夜は久しぶりに二人でゆっくり食事ができるね。うん、二人でね。おいおい、二人でってまさか、そのが。あ、ごめん、久しぶりだったもんだからついね。改めて紹介するよ。この人が三賢者の一人、そして私の愛するダーリンだよ。ダーリン、この子たちが私の友達、ジャスティンにフィーナにダップよ。はじめまして皆さん、ミューダがお世話になったそうですね。歓迎します。さあどうぞ。牛が喋ってる。ふむ、なるほど。すると君たちが災いの塔を止めてくれたわけだね。皆を代表してお礼を言わせてもらうよ。ありがとう、ジャスティン君、フィーナ君、そしてカフーのラップ君。えへ、どうってことねえよ。あんな奴ら、俺たちにかかりゃ一行だぜ。私たちは石になっていく村を救うため、あの塔のことを調べていたのだが、そんな恐ろしい怪物がいたとは。あの怪物、ガイアは一体。君たちはそのガイアとやらが人や森林を石に変えてしまうのを見たと言ったね。だとすると、大昔にエンジュール文明がこの地上から忽然と姿を消したことと、何か関係があるかもしれない。ねえダーリン、この子たちはね、そのエンジュール文明を探して旅をしてるんだってさ。ふむ、エンジュールの話をする前に、
先ほどから気になっていたのだが、ジャスティン君の持っているその石は。ああ、これ、精霊石っていうのさ、父さんの形見なんだ。む、やはりそうか、神話にある精霊石、まさか実在していたとは。こいつのおかげなんだ、逃げてに出会えたのも、アレントを目指すことになったのも。ほら、鍵だってもらったんだぜ。おお、そのメダルは。伝説にあるエンジュール神殿の鍵、知恵のメダルじゃないか。いくら探しても見つからなかったのに。ディエーテが言ったんだ、これを持ってアレントへ来いって。こいつは驚いた。精霊石、ディエーテ、知恵のメダルか。なるほど、君はまさにエンジュールへ招かれるものというわけだ。エンジュールに招かれるもの？俺が？私たちデールの三賢者はエンジュールについて知っている限りのことを君に伝えよう。招かれる者への賢者の務めとして、そしてカフーの森を救った君たちへの感謝の気持ちとして。さあジャスティン君、何か尋ねたいことがあるかね。紅玉人は一体？実は俺たちカフーで紅玉人を見たんだ。リーンって子なんだけどさ。ジャスティン君、今何と言った？紅玉人とそう言ったのかね。精霊石の力が一つに集まろうとするとき、力を受け継ぐ者、紅玉人が生まれる。あの言い伝えは真実だったか。それにもう一人、リエーテを見てる、リーンとリエーテの二人の紅玉人。紅玉人って一体？ジャスティン君、リエーテは紅玉人などではないぞ。彼女はアレント神殿の神官なのだから。そうだったの？さあ、ジャスティン君、何か尋ねたいことがあるかね？アレントに行けばその答えは見つかるのではないか。私たちはそう考えていた。だが私たちはその扉を開く鍵を手に入れることができなかった。アレントの扉を開く資格があるのはリエーテから鍵を受け取った者のみ。すなわちジャスティン君、君だけなのだよ。それって石になった人を助けられんのも俺だけってことなのか。エンジュール文明とガイアの関係って。かつてエンジュール文明は強い力によって栄え、また強い力によって消滅したという。おそらくその力は人が増えてはならないものだったのではないか。私はそう考えるのだよ。その力ってのがあのガイアなのか。そのあたりは私よりもデーリン殿の方が詳しいだろう。彼はエンジュールの歴史の専門家だからね。じゃあ後で話を聞いてみるか、そのデーリンって人に。これで一通り話したが少しは役に立ったかね。さっき言ってたよな、ダーリン。俺だけがアレントへ行けるって。でも俺わからないんだ。どうやったらアレントへ行けるんだ？教えてくれ、ダーリン。焦りは禁物だよ、ジャスティン君。何？時が来れば必ずアレントへ行ける。君はエンジュールへ招かれるものなのだ。なあに神器臭い顔してんのさ。ダーリンの言葉に嘘なんてあるもんか。私が保証するよ。そうだよな。ありがとう、ダーリン、ミルダ。アレントへの道を開くためには多くのことを知らねばならない。しばらくはこの村に留まって残る二人の賢者の話を聞くといい。宿が村の入り口にあるからね。まずデーリン殿を訪ねたらどうかね。君の知りたがっているエンジュール、その知識を持っている賢者だよ。じゃあ行こうか、ジャスティン。しばらくは付き合わせてもらうよ。嫌だって言ってもついていくからね。なるほど。よし。デイリンさんね。まっすぐ西へ行って2軒目の斧を立てかけてある家。ああ、お子さんがたくさんいらっしゃるんですね。まっすぐ西へ行って2軒目。通り子供たちがいっぱいいる民家に。ミルダ、あ、ミルダの家、あ、ミルダの家ちょっと見てみよう。あれ、こっからスタートしたよね。
あれ、こっからスタートして、ちょっと待って、もう迷ってるわ。で、西だから、西でしょ？こっちじゃない？え、こっちじゃないよね。あれ、でもこっちやね。ここだね。東じゃね？まあ、いっか。あ、いた。サルファエキスをかき混ぜて、模擬のね、ルルの春、ふんふんふん。仕上げはホイット、いたの？はっはっは、鼻歌交えて研究とは調子いいみたいだね、デイリン。今度は植物の研究会？惜しいな。今は薬草を研究しててね、エンジュール文明を調べていると、歴史、数学、生き物、生物と興味は尽きないよ。ところでミューダ、こちらの方々は？そうそう、忘れるとこだった。災いの塔で知り合った私の仲間さ、ジャスティン、フィーナ、それからラップ。エンデュールの歴史のことならあんたが詳しいって聞いてきたんだ。あのさ、実は。いえいえ、説明の必要はありません。あなた方のことはモゲ族の方からよく聞いております。へえ、俺って有名なのかな。でもモゲ族ってギドかな。確かに。カフーの状況はエンデュール文明が消滅した時とよく似ていますね。じゃあやっぱりガイアの力でエンデュールも。そう考えて間違いないと思います。けどガイアが原因だっつってもよ、人が石になるってのは、こや一体どういうわけなんだ。かつてエンジュールが消滅した時には、その直前に異常なまでの精霊の減少が確認されています。つまり精霊の減少が石化を引き起こすのではないかと、こう考えられるわけです。それってもしかしてガイアが精霊を吸収して成長するってこと？ふむ、なかなか鋭くていらっしゃる。確かにそう考えれば辻褄が合いますね。で、石になった人たちを元に戻す方法はあるのかい？精霊が失われることによって石化が引き起こされたわけですから、精霊を取り戻せば元に戻るはずです。いにしえの書によると、精霊を取り戻す方法は書いてあんのか。ページが破れていてわかりません。だと？てめえ喧嘩売ってやがんな。ローストビーフになりてえのか。やれやれ、乱暴な人だ。方法がないとは言ってませんよ。アレントへ行けば。あるいはやっぱりアレントか。でも俺たちわからないんだ。どうやったらアレントへ行けるのか。アレントへの行き方についてはドーリン殿が詳しいのですが、ただドーリン殿は、いや、もしかしたら何か思い出すかもしれません。一度訪ねてみてください。よし、分かった、行ってみるよ。いろいろ教えてくれてありがとうな、デイリン。ドーリン、ダジズデド。ダジズデ、ドーリン。ドーリン様はいい年して、あんたたちが見たっていうリエーテにお熱あげてんだ、傑作だろ。ただね、今はドーリン様に会っても話が聞けるかどうか。まあ行ってみるしかないね。南東の、湖のそばにある塔がドーリン様の家さ。まあありましたもんね、南東。あー、迷うな、めっちゃ迷うわここ。あ、いるね。ドーリン様、私の友達がアレントへの生き方を教えてほしいってんだけど。おお、アレント、エンジュールの知識を司り、偉大なる紅玉人の神殿が置かれる場所。それそれ、その知識ってのがあれば石になった人たちを助ける方法がわかるかもしれないんだって。俺アレントに来いって言われたんだ。リエーテっていう、リエーテと言わなかったか。いや、言ったぞ。おお、教えてくれ。瞳の色はブラウンかグリーンか、それともブルーか。おお、リエーテ殿。そうだ、リエーテ殿といえば、何なの。おお、あなたがリエーテ殿か。まさにまさに、わしのイメージ通りのお姿じゃ。違うよ、俺はジャスティンでさ、こっちがフィーナとラップ。それよりアレントへの生き方を。おお、さあ行かん若者よ。虹の泉よりアレントへ、麗しのリエーテ殿に会うために。虹の泉、そうだ、リエーテ殿といえば確か
え、何か知ってんの？確かにわしは誰だったっけ？ここは一体どこなのじゃ？はあ？何言ってんだ？終わってるぜ、このおっさん。ミルダー、本当にこの人大丈夫なのかよ。はあ、やっぱダメみたいだね。前の村に、角を置き忘れてからはずっとこの調子なんだ。角？あ、本当だ、角がない。角がないと話が聞けないのかい？うん、角は賢者の知識の源だからね。でもあそこは、ねえ、道林様。むー、むにゃむにゃ、リエーテどもー。起きてよ、道林様。目開けたまま寝ちゃダメだよ。おい、こんなんじゃ話になんねえよ。前の村だかなんだか知らねえけど、このおっさんの角を探しに行こうぜ。そうだね、このままじゃアレントの話なんて聞けやしないし、よし、行こうか。あ、そうな。どこ？前の村？こういうのね。あれ？なんか、寄ったね。前の村ってのは昔のレールのことさ、暮らしやすいいいとこだったんだけど、何年か前に突然異変が起こってね。で、住めなくなった村を捨ててみんな今の場所に移住してきたんだけど、今にして思えばあの時の異変もガイアのせいだったってことかい。俺たちの村と同じ目にあったってわけか。で、前の村ってのはどこにあんだ？この村からちょいと南東へ行ったところさ、村から出てみやすぐわかるよ。なるほどね。とりあえず宿に行きましょう。宿行って、まあ今日こんなところじゃないですかね。ああ、飯食うか。初めて見たときはびっくりしたけど、レールの人ってとても素敵ね。みんなあったかいんだもの。さすがフィーナ、わかってるね。みんな気のいいやつはばっかりだよ。村の連中もみんなを気に入ってくれてるよ。ありがとう、ミルダ。この村とても綺麗で素敵。ミルダみたいな人がいるのもよくわかる気がするわ。へ、ここの男ども見たときゃよ、もしかすっと草しか食わねえんじゃって思ったんだけどよ。なんでちゃんと肉も食うんだな。ミルダやダーリンを見ればわかるじゃん。あんだけの力があるんだぜ。野菜だけじゃ無理じゃんか。まあ滅多には食べないんだよ。あの家畜たちを飼ってるのはさ、ミルクを絞るのが目的だからね。このレーヌじゃ寒さのせいもあって食べ物が手に入りにくいからね。どうだい、レーヌの食事だって捨てたもんじゃないだろう。栄養は保証付きだよ。おいおい、まさかこの肉牛じゃねえだろうな。それだったら共食いだぜ。共食いだって？あんたもしかして知らないのかい。家畜小屋でこいつの名教えてもらいな。え、なに、怖っ。こんな厳しいとこで生きてんだ。レーヌ人が強いってのも全くよくわかる話だぜ。はっはっは、二人でラブラブもいいけど、みんなでワイワイと食事するのも全くもって楽しいね。じゃあもう寝よっか。うん、寝ましょう。ということで、セーブして今日はこの辺りで終わりにして、次回が、旧村ですね。旧村に行きました。30時間プレイしております。まあ、頑張っております。ということで、この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。